ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がランボルギーニウラカン、こちらをご紹介させていただきます。やってきました、いじりもの。いじりもの、来ましたね、これぞボンド。しかも、いや、本当にこれぞボンドって感じですよ。はい、しかも今回結構いじってあります。結構いじってありますよ。はい、なのでちょっとカスタムポイントも含め、今回ご紹介させていただきます。はい、ちょっとじゃあ、ボディカラーからいきましょうか。はい、ボディカラーが、なんとこの、なんと、ナルドグレー。ナルドグレーですね。なんかアウディとかの色ですよね。はい、アウディの R モデル専用のオプションカラーですね。をラッピングで再現していると。そうです。はい。イノゼテックの。そうです。このツヤがね。はい。いいですね。オールペンと間違えられる。そうです。このツヤツヤのラッピングフィルムの。はい。これでナルドグレーになってると。なんかちょっとレーシーさもこうアップして。そうですね。なんかウラカン合ってますよね。うん。すごく似合ってると思います。まあそしてまたこの貼り方がもう好きなく全部。きっちりと貼ってありますんで、はい、ちょっと後で見ていただきますけれども、ドアの内側とか、その辺なんかもきっちり施工したナルトグレーになってます。はい、そして前回りからいきましょうか。いきましょう。なんか肉四駆でちょっと衣装が、そう、スポイラーのここの形状が若干違います。で、このお車は610の4駆のモデルでございます。なんか四駆の方が、カメラマン曰くちょっとこうスタイリッシュで、あ、そうですね。なんか人気があるんじゃないかなって言ってましたけど、かっこいいと思いますね。どっちもかっこいいですけど、どうですかね。ちょっと違うん。そうです。が違いますね。はい。そんな感じになってると。そして横に回っていくと、はい、やってきました。ボンドたるところが、はい、ホイールがなんとアナーキー、素晴らしい。超高級鍛造ホイールが装着されてございます。はい。デザインが AN37、はい、37、はい。でフィニッシュの方がリムがポリッシュド、そうですね。でディスクがタンブルって言って、磨く手前の状態、ちょっと大理石みたいな、はい、ちょっとザラザラの感じを残したマットのシャンパン。あ、そうですね。これ説明にすごく手間がかかる感じ。でもなんかこうすごくいい質感ですよね。そうですよね。ちょっと金属のこうなんか素材感が生かされてて、そう、この色もすごく高級感がありますよね。はい、まあギラギラはギラギラでかっこいいんですけど、ちょっとこの落ち着いた感じと、またこの抜けてるこの5本のスポークってなんかこうザ・スーパーカーって感じじゃないですか。そうですね。デザイン的に、はい、ちょっとこれがちょっとひねられたらこうフェラーリなんかにもちょっと似合っちゃうような、確かにそんなデザインのが、はい、装着されてございます。でブレーキはもう当然の、はいはい、カーボンセラミック。そうですね。そしてキャリパーがおしゃれですね、はい、うん、このオレンジ色、どこから来たかと思ったら、なんと内装がオレンジ色っていう。ここパッと見ると、これなんでオレンジにブレーキしちゃったのかなって思うんですけど、近くで見るとこう内装がやっぱり見えるじゃないですか。これおしゃれ上級者ですね。いいですね。はい。こんな感じで。はい。そして今回ローダウンも結構激しめに。そうです。されてるっていうことで。はい。ノビテックのダウンスプリングが。そうですね。装着されて、はい。結構下がってますよね。結構下がってます。指本当に一本分ぐらい入るかなぐらいの感じですね。かなりスタイリッシュな、もともと車かなりスタイリッシュなシルエットですけども、さらにちょっとそれに磨きがかかった感じの、そんな外観になってると。でやっぱりここまで低くしちゃうと、やっぱり使い勝手いろいろ心配じゃないですか。今回リフターもついてます。そうです。安心のリフター付きなんで、しかも動きも結構速いですもんね。そうですね。ランボ速いんで、なんでその辺の使い勝手を損なわずスタイリッシュになってると。はい。そして横はもうババババッとでいいですかね。そうですね、はい、まあちょっと六角形感がアベンタよりこうちょっとマイルドになった感じがしますね。はい、まあただドアのこのこういうしっかり六角形のデザインをモチーフにして、はい、ただちょっとこう角張った感じもちょっとこうマイルドになってますし、ボディサイズもこう人と一回りこうちっちゃくなってたり、はい、ちょっと乗りやすそうなのもなんかこう外観から感じ取れますよね。そのまま想像した通り大きさ的にも使いやすいったら語弊があるかもしれないんですけど、まあ街乗りでも苦にならない大きさですね。ちょうど今アベンタが出てきましたけど本当ですね。はい。ちょっとやっぱりアベンタと比べると少しやっぱりマイルドで乗りやすそうな感じがします。そして、後ろがまたすごいですね、これ。かっこいいですよね。またこうスーパーカーならではのこう異形というか、フロント20、リア21のサイズなんですけれども、このコンケーブ具合がこうスーパーカーじゃないとやっぱりこれできないじゃないですか。そうですね、前後サイズ違いで、はい、なおかつこんなにコンケーブさせてっていうの、今回のホイールもなかなかのコンケーブに、いやいいと思いますよ、はい、そして出面もやっぱりバッチリですね、バッチリです。で結構アメタンってこう削りが複雑な分、ちょっとその精度とか、まあ、強度とか、はい、どうなのってちょっと心配される方も少なくないと思うんですけど、うん、アナキーに関してはもう HRE の工場で作ってますから、はい、まあ、その辺なんかももうずば抜けて、アメタンの中でも高い品質と精度と、はい、持ってるアメタンになります、はい、そして後ろ行きましょうか。後ろがまたこれかっこいいことになってますね。かっこいいですね、はい、このリアウィングが、はいはい、これがボルシュタイナーのリアウィングが、うん、海外でもなんかすごく人気があって、はい、装着率めちゃめちゃ高いらしいですよ。あ、そうなんですか、はい、アメリカでももう裏側に乗ってる人かなりの台数つけてるみたいですね。なるほど、作りもいいですもんね。そうですね、うん、なんかもうカーボンのこの目というか、はい、結構カーボンもいろいろあってこうウェットとかドライとか品質もこうバラバラじゃないですか。で本当に安価なものだとこう目がこうよれちゃって、そうよれちゃってますね。これどうしてここでこうつないだみたいなのありますけど、残念なやつがね。結構ボルシュタイナーなんかだともう目もビシッと揃ってるし、はい、あとはこういう付属の、うん、こういうところの質感もすごくいいですよね。物もすごくしっかりしてるんですよね。確かに。やっぱりこの辺の車、中途半端なものをつけちゃうと、そうなんですよ、もう残念ポイントになっちゃうんで、なっちゃいますよね、はい、それはちょっと、ね、スポイルしちゃうので、そうです、まあこの辺しっかりしたもので、はい、非常におすすめな、これも結構買ったらしますもんね、結構しますよ、はい、やっぱりいじり物の紹介、やっぱりお得感が半端じゃないですか、半端じゃないですね、はい、この辺も一流品がついてて、うん、まあ非常にお買い得なポイントでございます。はい、そしてマフラーは、はい、今回、大人の事情で詳しく言いませんけど、はいはい、リモコンで開け閉めができるタイプの車外マフラーが今回ついてます。そうです。これもいいですね、なんかこうメッキというか、はい、ピカピカにするんじゃなくて、黒いエンドで、はい、ちょっとここのまとまり感がすごいですよね。なんかいいですよね、確かに。なんか結構焼け色のテールでこうどうやって出してるのなんかも多いですけど、まあ確かにね、はい、うん、なんかこうボディカラーとかトータルでこれマッチしてる感じがしますね。そうですよね、はい、そんなマフラーになってます。はい、でちょっと内装の前に今回ご紹介する車もお買い得なんですけど、今ちょうどたまたま結構お買い得の車がスーパーカーカスタマイズ済みが入庫してますんで、他の車もカメラの後ろにいろいろ入ってますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ早速内装をちょっと見てみたいと思います。はい、でこれキー解除すると本当はこれ出てます。ドアハンドルがそうです出てきます。こっち側がこの状態で待ってると。はい、で開けるとまずすごいのがラッピングが、はい、まあ毎回紹介する車そうですけど、はい、もうきっちりです。内側全部貼ってあるっていう。はい、本当よく見ないと分かんないですね。分かんないと思いますね。僕らでもこう近くで再確認が必要ですよね。そうですね。あれこれラッピングでしたっけっていう。で今回のこのお車のフィルムってイノゼテックなんでツヤ感がすごいじゃないですか。だからペイントにしか見えないですよね、知らない人が見たら。確かに。うん。こう遠目で判断するっていうのはちょっと難しいですね。難しいですね。はい、この端っこのこの縁とか見て、うん、あ、これ貼ってあるねっていう、はい、そのレベルで貼ってある、うん、やっぱりでもこの手の車はそういう隙が見えちゃうとかっこ悪いですから、そうですね、はい、その辺も申し分ない仕上がりになってございます。はい、そして中がブレーキのキャリパーでも触れましたけども、うん、かっこいいオレンジで、はい、いいですねこれね。色気の塊じゃないですか。本当ですよいいですねこれ。すごくいいです。でこれシートとかだけじゃなくてステッチとか、うん、はい、はい、もうオレンジ色なんですね。そうです。でなんかこのランボのこのゴールドのそのエンブレムにもなんかちょっとつながってる感があって。ああそうですね。はい。本当になんかまとまりがいい。うん、オレンジ色って結構こう目につくし発色いいし、うん、はい、こう目立つんですけど。はい。使いにくいっていうかこう、いや実際使いにくいです。なんかそこの合わせづらいですよね。そうです、そこの色だけがこう飛び抜けて目立っちゃうんで、すごく合わせづらいですよね。だから本来であれば外装も、うん、例えばウラカンであれば当然オレンジって言えば簡単に合わさってしまいますけど、それって面白くないじゃないですか、やっぱりね。そうですね、うん、今回の車非常にまとまりが本当に派手なんですけどまとまりがいい仕様、うん、いいですよね。はい、こんな感じでしょうか、うん、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい、これはもうスーパーカーの基本、お尻から乗る感じでですよね。そうですか。足から乗っちゃう感じですか。はい、僕全然気にしないんで。本当ですか。僕デブなんでちょっとお尻から、はい、よいしょ、こんな感じで、まあ、ペルフォルマンテに続き2代目のウラカンご紹介なんで、まあ、若干ちょっとペルフォルマンテの時は覚えてない説があるんですけどもはい、はい、まあフロントガラスはかなり寝てて、うん、ちょっと視界は正直良くないかなっていう。そうですね。ただレーシーさで言ったらズバ抜けてます。ズバ抜けてますね。はい、こんな視界の車ないですね。うん、フロントガラスの寝方が45度超えてますよね。はい、これですからね。角度はそうですね。すごい。すごいですよ。ただやっぱりこう高さのこう視界の悪さはありますけど、うん、横はかなり、はいはい、なんですかね、開放感って言ったら変ですけど、意外と横に関しては。そしてこうガラスが湾曲してないんで、うん、よりなんかこう、うん、視認性はいいです。いいですね。そしてこの助手席、うん、びっくり、ガラスが結構、はい、中から見ると大きく見える。すごく大きいですね。でダッシュボードも下がってるじゃないですか。そうなんですよ。だから室内のなんかこう閉塞感というか、うん、閉じ込められてる感はあんまりない。ないですね。ただもうタイトです。ただ。そうですね。ただアベンタよりかはちょっとこうマイルド。まあそうですね。穏やかな感じしてますね。はい。そのタイト感も。でシートは割とクッション固めです。うん、ただホールドはいいです。ホールドいいんですよ。これいいです。ね、はい。横のこの適度な出っ張りと。はい。ただ座面ちょっと高いかなって気するんですよね。僕もそう思います。瞬間に。うん。この手のシルエットの車だったら、もうちょっとこう乗りたいなっていう。うん、それが結構こう。うん、わかります。ここ僕ザコザカに特に超えちゃってる感じなんですよ。はい。そういう感じはします。うん、ただまあ上げる方には行きます、はい、割と調整の幅あるんで、うん、まあいろんな体格の方に、はいはい、フィットするんじゃないでしょうか、リクライニングと、うん、はい、だから調整ほんとシンプルな感じですよね。そうです。プラスアルファって感じですよね。そうです、はい、そしてステアリングは、うん、ランボな独特な感じの、うん、ちょっと異形のステアリングで、はい、でやっぱりスーパーカーらしくこの辺が全部集約されていると、うん、ウインカーにワイパーに、そしてモードの切り替え、うん、この辺がついている、はいはい、でパドルがまたいいですね。いいですよね、はい、もうどでかいパドル。そう、そして金属なんでこう剛性もあるし、うん、質感も高いじゃないですか。質感もいいですね、はい、そしてこの戦闘機のような、うん、僕戦闘機に乗ったことないですけど、ないけどね、はい、このコックピットというか、はい、感のあるこのメーター、うん、はい、ちょっとオンにしてみましょうか。いいですね。いいですね。いいですね。はい。そしてしっかりナビが表示されて、こっちにナビ関係がない。そうなんですよ。こっちで、はい。ナビ、オーディオ、エンターテインメント関係が、はい、こんな感じで表示できると。はい。でこれ専用にはなってますけど、基本はアウディ譲りなんで。そうですね。みたいな。はい。ちょっと癖のある感じではなく、はい、割と直感的に使いやすいです。そうですね、分かりやすいですよね。操作できる感じで、はい、はい、でもメーター表示もシンプルですし、うん、またこの針がこう真下から始まるのがいいですよね。はい、はい、こんな感じになってます、うん、だからいい意味でちょっとアウディのいいところ。そうですね、いいとこ取りですね、はい、してますよね。はい、そして他スイッチ類、ライトのスイッチ類なんかは、うん、もうこの同じものが並んだ、はい、はい、感じでちょっとレーシーでございます。そしてこの流れで、うん、こっち側も、うん、パワーウィンドウ、リフター、はい、その辺が全部並んでると。はい、はい、そして、うん、あ、シートヒーターついてるんですよね。そうですね、ついてます。いいじゃないですか。はい、はい、そしてエアコン関係がこの上ですね、うん、はい、はい、そして先ほどのナビエンターテインメント関係と、はい、はい、でこれですよ、これですね。はい、この蓋を開けなくてもこう押しちゃっていいんですか。いいです、いいです。一応ついてると。でこれを結構塗ったりともあるんですよね。そうですね、ただこれ塗るとなるとめちゃめちゃ大変っていう。大変ですね、これね。これ全部一応そんなこともできなくはないと。こういうちょっと儀式的なところというか、こう一手間かけさせるのがなんかこう特別感というか。そうですよね、あっていいですよね、スーパーカー。特にランボルギーニってこうそういうことさせるじゃないですか、はい、一つ一つ、うん、はい、またちょっとその辺を感じる部分でございます、はい、そしてこの辺がシフト関係、バック、うん、パーキング、はいはい、こんな感じで、うん、はい、これね、そうなんですよ、はい、バックがすごく入れやすいんですよね、はい、バックだけこうパッてそうです、いきますよね、うん、はい、で電動のパーキングと、はい、あとはセンターコンソールが、はい、こんな感じで浅いっすね。 USB 携帯ぐらいしか入らないですね。ちょっとお財布も厳しいですね。厳しいですね。はい、そう考えると収納ほぼないですね。ほぼないんですよね。この下と、そうです、ドアポケット、ドアポケ、ドアポケちょっとこうなんですか、マイクロファイバーと、はい、ちょっと服マイクロファイバーぐらいだったら入りそうですけど、そうです。で当然ドリンクホルダーだったり、はい、まあ電子タバコ置くスペースなんかほぼない、ほぼないです。この下いけるかなっていう。いやー、ここもだってここと変わらないサイズ感なんで、この下もちょっとありますけど、かなり厳しいですよね。で後ろは、あ、グローボックスもそんな狭いんです。こんな狭いんですよ。ブックル入れたら何も入んないですね。そうそう。薄めの車検証入れだけピッと。なるほど。でいっぱいですかね。あとは後ろは、はい、CD のスロットルと、はい、はい、でちょっと物が置けるとは、はい、ちょっと言い難い、少しだけスペースが。そうですね。でもあれじゃないですか、コートをちょっと羽織っているものを、そのぐらいだったら置けそうですよね。そうですね。小さめのボストンバッグであれば、はい、ポンと置いとけますね。確かに。なんでもう本当に収納は全くと言っていいことはないですけど。ないですね。はい。その分走りに徹して楽しんでいただける車になってございます。そしてピラーだったり天井は全部アルカンターラで。アルカンターラですね。そしてこの意味を何どうした？ちょっと待ってください。これ今僕 GoPro で伝えますから。はい。これがバイザーがない状態です。バイザーを倒すとですね。そうですね。3センチぐらいですか。いいですね、これ。いいですね。でもしっかりここもアルカンなんですね。そうなんですよ。でミラーもついてて。ただね、まあ後で乗るからわかると思うんですけど、意外と裏感って上の視界って良くないんですよ。だから普通車で乗ってて信号の先頭を立つじゃないですか。止まるじゃないですか。その時にギリギリまで行くと信号機がもう見えないんですよ。この辺になるから。そう。だから何が言いたいかっていうと、バイザーでかい必要ないんですよ。十分なんですよ、多分。確かに。それはメーカーの人も考えてるんじゃないですか。確かに。で、でかくなかったらいけないって言ったら、こっち側からこう出すでしょ。ああ、そうですね、そうですね。でもこっちからこう出したら半分見えなくなりますから。こっから出してますもんね。そうです。ああ、なるほど。これで半分こんなに出しちゃったらもう視界ほぼほぼなくなっちゃうんで。確かにそうですね。ここまでいったら前見えない。そうなんですよ。逆に必要ないのかなみたいな。十分かなっていう感じです。感じで、で今回のお車はレーダー探知機が後付けされてございます。ドラレコなんかはない感じですね。はい、ドラレコはないですね。行っていただければ追加で取り付けも可能でございます。もちろんです。はい、じゃあ続いてトランクを見ていきたいと思います。開けるのは室内の足元の、そうです、スイッチで開けていただきます。あれ、こんなに狭かったでしたっけ？そうです。こんなに狭いでしたっけ？こんなに狭いです。そっか。ほぼ何も入んないですね。はい。バッグ、まあ一つ怪しいですね。はい。ぐらいですかね。はい。そして今回バッテリーのメンテナーのコンディショナーも出してあったり、ケーブルがここについてます。はい。まあもう本当にだから割り切ってますよね。そうですね。はい。長距離なんていうんですか、こう長い旅行に行く使い方っていうわけではないので。ボストンバッグとかって入れるって言ってもせいぜい1泊2日じゃないですか、入れてもね、荷物はね。それ以上の旅行の場合は、まあ、先に荷物を送っといていただく。そうですね。はい、でもう本当に身軽に行って出かけていただく、そんな車になってます。はい、で今回ラッピングが、ボンネットに関してはこの外側だけ、はい、そうですね。なんで元色のこの白、はい、これメタリックですね。はい。元色が、ビアンコイカルス。あ、ここ書いてあるんですね。そうです。これ書いてあります。はい。ホワイトメタリックです。フード裏なんでクリアがノリが違いますけど。はい。まあちょっと元色が垣間見える。そうですね。そんな感じになってございます。はい。はい。じゃあ続いてエンジンルームを。はい。エンジンルームも同様に室内のボタンで。そうです。はい。ただエンジン。キーがオンになってない。オンの状態じゃないと開かないんですね。はい。なるほど。で今回もう開くようになってますんで、今開けときました。はい。これもうフードめっちゃかっこいいじゃないですか、ガラスで。かっこいいですよね、これ。ガラスエンジンフード。いいですね。はい。そしてこれオプションなんですか？オプションだと思いますね、これ確かね。カーボンだらけ。麹とカーボン。はい。麹とコンポジットでしたっけ？そうです。ペロフォルマンテの内装外装にも対応されてる。あれですね。なんかランボーの特許なんですよね。そうです。なんか金型でこうプレスして成形するんですよね。はい。だからすごく効率的にドライカーボンが作れるっていうそんなのになってる。はい。もうちょっと最初下見で見たじゃないですか。アルミかなんかと勘違いしましたもんね。そうですよね。このなんですか。だからこの質感とあと薄さ。ちょっとこう触るとわかりますけどね。なんかこの音の響き方というか。あれこれ本当にカーボンみたいな。ね。もう薄いのになんかもう硬さが伝わってくる。そう。だからそれだけすごい成形の技術なんですよね。でそれがもうこっちも一周ぐるっと回ってます。そしてこの V10 のエンジンが鎮座してもございますけど、これがいいですね。これ改めて見たら、これ室内とエンジンめっちゃ近いですね。近いですよね、ほぼスペースというかこう距離ないじゃないですか。はい、本当にこの板1枚隔てたらこっち側が車内で、こんなにギリギリなんですね。ね、もうちょっと普通で考えるとこの辺で終わってる感じのイメージありますけど。ですよね。少しこうスペースがあって、こう車内にっていう感じですけど、これなんか車内でこう走ると音を全力でこう体感できそうですね。なんかできると思いますね。おそらくそんなすごいエンジンルームに、こんなんなってるんですね。すごいですね。多分ペルフォルマンテでも僕同じこともしかしたら言ってるかもしれないです。かもしれないですけどね。でもなんかこう改めて見ると、なんかエンジンルームがあるじゃないですか。なんかこうさらに向こうにしてる感じがするので、確かにリアの車軸ここですもんね。そうです。だから本当にこう中心に集めたかったんでしょうね。で、最初にお話ししたように6104駆なので、デフアクセルとか構成部品も多いので、多分その辺メーカーも意識してこういろいろ設計して、でもアベンタよりは小さいボディじゃないですか。その中でこううまくメーカーとしてパッケージング考えて設計してたんですよね。車の中心にいろんなものをこう集めて低く中心に。なるほど。だと思います。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。いざ市場に参りましょう。参りましょう。ちょっとペルフォルマンテの時乗れなかったんで。そうですね。初浦間になりますね。はい、今回これ後ろからのダイレクト感がすごいですね。すごいですか。もう後ろでエンジン、頑張ってますっていう感じが。確かに。そして車内はちょっと正直、縦が。はい、天井が低いですね。はい、ただ本当にこの今 GoPro で今撮ってますけど、もうこの視界がレーシングカー。そうですね。確かに低い、もうだって自転車乗ってる人がこう高く見えますもん。本当ですよ。見上げる感じっすね。はい、ああ、なるほど、こういう感じですね。感じですね。うわあ。ちょっとダッシュボードがちょっと低いですよね。あ、だからでも逆にフロントガラスこれしかないけど、うん、ダッシュボードがこうせり上がったりこう手前に来てるからじゃないからまだね、はい、いいと思うんですけど、慣れかな。ちょっとフロントガラスの視界はちょっと気になりますけど、はい、圧迫感はないです。ないですね。上もありますし、横も割とこの辺スペースあるんで、うん、うわー、はい、こういう感じですね。こういう感じですね。もうまず地面と近い確かになんでしょう、これマクラーレンの時より地面と近く感じます。感じはしますよね。はい、なんですかね、シートは決して低い感じじゃないんですけど、そうですよね、走り始めると近いというか、路面の見え方っていうんですかね、これはちょっと普通の乗用車では味わえない感覚ですね。そうですね、ほんと低いなっていう感じです。だって軽自動車をこう見上げますよ。そうですね、この軽バンを低く、やっぱりこのガラスの低さが効いてるんですかね。多分そうだと思いますよ。実際にその前後も低いじゃないですか、ランボルギーニって、はい、全部が、はい、他の車もアベンタもそうですけど。そうですね、はい。でドアも低いっすよね。ドアも低いです。もっとだからこの辺まであってもいい感じがしますけど、そうですね、低く作ってるんで、こう下から視界がいけるから、うん、よりこう低い感が。確かに。そして今回のお車は、はい、このリモコンバルブ開け閉めがついてますんで。そうなんですよ。ポチッと。あ、こっちか。開きましたね。いいですね。これリアエンジンで、うん、もうなんか普通の車以上にバルブが開きましたっていうのが分かりますよ、はい、これ。はっきり分かりますね。うわあ、いい感じですね。いい感じです。これまたちょっと違いますね。なんか普通の車と聞こえ方もやっぱり、うわあ、速く感じる、地面に近いんで、うん、ですね、スピード感が、はい、乗り心地は正直結構硬いです。やっぱり硬いですね。硬いです、うん、ただもうスポーツを地でいってるから、そう、そんな感じですこれでも運転好きな人は楽しめるかもしれないですね。いや楽しいですよ。またちょっとなんかポルシェとかとアプローチの仕方がちょっと違うスポーツカーというか。そうですね。うわー、なんすかねこれ、マフラーの音とこのエンジンのメカノイズが、うん、はい、もう本当にこう寸分のこのズレもなく聞こえますね、うん、そうですね。あと何ですかね、乗って運転してると、はい、意外とこう小さいんで、はい、なんかこう嫌な感じはないですね。ああ、うわもうとにかく全身で感じれます楽しいですよね。楽しいですね。これなんでしょう、このお尻の下からも感じますね、音を感じますね。ただやっぱりこうなんていうか、こう後ろなんかこうグッと後ろからこう迫ってくる音っていうんですかね。そうですね、なんか独特な音が後ろから迫ってきますよね。迫ってきますよね。なんか独特な感じがありますね。とこのメカノイズとマフラーの音と、うん、はい、マフラーのこの反響した音がこう、そうですね、回り回って聞こえてきますね、うん、はい。でまあ視界に関しては、うん、まあ、横割とガラスが大きい分、そう、はい、ドアミラーはすごいよく見えます、はいはい、見切りとか意外外から見るイメージよりかは全然なんか、はい、良好です。ただ後ろに関してはもうほぼ見えないですね。ほぼそうですね。特にこの車はリアウィングついちゃってるんで、はい、ちょっと視界はあんまりよろしくない。はい、うわー、なんすかね、本当バイクに近いですね、音の感じ方がそうですね、確かに。さっきのシフトダウンのこの音、こういう感じの音とかね、いい感じですよね。音が体に伝わってくる感じとか。はい、わあ、いいですよ。いいですよね。いいです。いいですよね。僕もいいと思います。このなんていうんですか。ちょっと決してこう慣れてもこう、うん、使いやすいとは。うん言い難いこの蓋とか確かにね本当にこうなんかおしゃれを地でいく、はい、そうなんですよ。でもやっぱり、はい、スーパーカーってそういう儀式じゃないけどそうありますからね、はいはい、だからそういうのを全部こう加味していろいろ考えてなんかこう楽しむっていうのかな、うんうん、なんていうのかなこうただの移動の道具じゃないよっていう、こう楽しみもありつつね演出もやっぱり重要なんですよね。そうですね。何でもかんでもこう乗りやすい速ければいいっていう問題じゃなくて、うん、やっぱりそこにしてうわーっていうかシフトめっちゃ速いっすね。速いっすね。普通のこうストラーダだと遅いんですけどスポーツコルサーにすればもう断然変わってくるんでめっちゃ速いっすね。はい。レスポンスがいいのもあるんかもしれないですけどそうですね。うわーこれ楽しいな、うん、いいですね。いいですよ。もうなんかでも僕、うん、アベンタだともうボディサイズ的にもなんかこう中のこの作り的にも、はい、もう無理だなって思っちゃうんですけど、はい、裏感だったらこうなんか運転しやすそうというか、はい、そうですね。まあ全然乗れるなみたいな、はい、そんな雰囲気は、うんありますね。ありますよね。うん、乗ってて怖いのってやっぱり低さだけなんで。なるほど。はい。怖いって言ったらおかしいですけど慣れなんで別に。そうですね。そうですね。うん、ここに関しても非日常じゃないですか。もうそうですね。普段体験しない部分なんで。はい。確かにここは慣れが必要ですよね。うん、この地を這うような感覚は。うん、でもわざとこうあれでしょうね。ドアのこう高さ。はい。低くしてるんでしょうね。これは視界を良くする意味で。うんだから全然本当に視界がいいんですよね。うん、なんか横見るとすっごくガラスが大きく感じるんですよね。ですよね。うん。これはすごくよくできてますね。ちょっとセダンで言ったら言い過ぎですけど。そう、でも本当にクーペぐらいの。そう、全然そんな感じの雰囲気ですよね。これはね。だから圧迫感ないし。そう。なんかアベンタになるとなんかいろいろこう儀式が追加されて、うん、ドアも縦に開くし。そうですね。なんかその特別感がいいんでしょうけど。まあまあ。スーパーですからね。スーパーな車なんで。これだと毎日乗れそうな。なんかそんな感じしちゃいますよね。そんな感じしますよね。はい。うわ。いやいいなこの音をなんか感じられるのいいな。やっぱりこうなんていうのかなあれでしょうね。エンジンもやっぱりこう独特というか V10 なんで。そうですね。V10 なくなっちゃいましたね。もう。ね。昔は M5 も V10 だったりしましたけどそうですよね、うん、RS6 だったりとかですよね、はい、V12 以上にうわーって言っちゃいます強いて言えば、うん、この辺ですかやっぱりナビエンターテインメント関係がないのが、うん、あナビ一応あるんですけどまあでもその辺のこう、はい、オーディオビジュアル系はちょっと寂しいかな。そうですね。うん。まあアベンタもここモニターあっても大きくないですけど。そうなんですよね。裏側に関してはこのメーターの、うんはい、中だけですし、はい、ここは本当にこんな感じなんで、うん、ナビエンターテインメント関係はちょっと。うんただその分やっぱり走りが楽しめるし、うんそうですね、助手席の方もこの同じ視界でこう走りが、うん、うわこれはすごいです、はい、そしてバルブを閉めればちょっと止まってからしましょうか。はいポチッわあ全然静かですね。静かですね。はい。これだいぶ違いますね。オンオフで。全然違いますね。TPO に合わせて。はい。はい。住宅地なんかも。うん、これ結構今車内でこうエンジンこれを隔てたすぐ向こう側にあるんで、うん、これメカノイズ結構聞こえますけど、うん、外だったら多分全然ですよね。相当静かだと思います。ですよね、うん。ショールーム内だとかでかけた時も全然うるさい感じじゃないので。ですよね。はい。反響するショールームで大丈夫だったら、大体外だったら、うん、はい、気にならないですね。もうアベンタとかだともうゴロゴロみたいな本当ですね、はい、そんな感じですけど、うん、でこれが四駆ですよね。四駆です、はい、安心の四駆です。わあ、加速感がなんですかね、同じ加速でもこうグーってこう、うん、くる気がします、うん、低いからなのか。そうですかね、はい、でも今でもやっぱりこう踏んでないですからね、ほとんど。またこのシート結構重要ですよね、うん、シートやっぱり固めだとこう全身で感じられるし、うん、そうですね、 G がこうかかるんで、はい、僕今改めて、はい、こうだから走ってるじゃないですか、はい、でこのシート座ってすごいいいなと思ったんですよ。ホールド感がってことですか。なんていうんですかね、フィットする感じが。そう、フィットする感じとクッションの硬さ、はい、結構重要ですよね、形とこの硬さって、うん、そうなんですよ。硬すぎるとちょっとこう体痛くなっちゃうし、そう、うん、なんていうんですかね、こうなんていうのかな、こう体にこうなんていうんですか、跳ね返される感じがあんまりない。ああ、なるほど、はい、なんかいい感じですね。まあ強いて言えばこの刺繍っすね。刺繍、はい、これ刺繍頭刺さりますね。はい。どうしても刺繍のとこ硬いじゃないですか。硬いですね、これね。ちょうど後頭部のこの出っ張ったところにこれ当たるんで。はい、油感こんな感じなんですね。うん、初めて乗りました。あ、そうですか。はい。僕あと裏感でダメな嫌いなところが一つだけあって。はい、ステアリングのレスポンスが悪いんですよ。だからね、こう切った時のこう車の動きっていうか、多分四駆のせいなのかな、分かんないんですけど、はい、それをね、もう初めて乗った時からずっと感じてますね。ちょっと独特な、なんか違うんですよね。なんかこう、なんていうのかな、なんかこう遊びが多いのかな、なんかすごくしっくり来ないんですよ。クイックな感じではないんですよ。ではないですね。こうスーパーカーでこれだけの車なんで、はいはい、ものすごくクイックな動きを想像してて、はい、クッと切った時にあれって思うんですよ。うん、ただ多分感覚的なズレなんで、はい、慣れだと思うんですけどね。なるほど、はい、で今までこう、はい、裏館のオーナー様にそういう話をした時に、はい、なんかそういう違和感ってありますかって言われた時に、はい、誰もありませんって言われるんですよ。あれ俺だけと思って私だけのズレなのかなと思って。でもなんかこう毎回ね、なんか違うんですよね。車によって結構違いますよね。そうですね、確かにそういうの、うん、なんか458みたいなイメージをして乗ると、はい、ちょっと違うんですよ。ああ、はい、なるほど、うん、以前一緒に動画撮らせていただいたユージさんも言ってたんですけど、はい、テスラなんかだと逆にこう機敏すぎて、ああ、そうですね、もうリニアすぎて逆に疲れちゃうみたいな。確かに言ってましたよね。言ってましたね。もう1ミリ動かしたらもう1ミリ動くみたいな。うん。そうなんですよ。それはでも結構あれか、メーカーの考え方もあるし、うん、そのどこのステージで速く走るのか。そうですね。によっても結構セッティングというか、うん、フィーリング変わってくる部分ですよね。かもしれないです。いやー、ちょっといい初体験をしました。うん。はい、そして今ちょうど日が暮れてきましたけど、うん、インテリア間接照明とかはないですけれども、はい、この真っ赤っかの、うん、はい、イルミネーションが、うん、いい感じですか。いい感じです。最近赤なくないですか。だってないですね。みんな白とかになってますよね、うん、暖色系とか、はい、なんかちょっとこの真っ赤っかのこの、うん、こういうイルミってなんか少し前の欧州車思い出すんですよ、僕。アウディとか。確かに、はい、うん、まあ言ってもアウディですからね。まあまあそうですよね、うん、中身のそのメカニズム的なところ。そうですそうです。そういうのもあれですかね、影響してるのかな。でもなんかこうもうちょっとなんとなくこう明るい感じがあってもまあまあそうですね、はい、間接照明一つもないですからね。一つもないです、はい、今時の車に慣れちゃうとちょっと寂しさがありますね。ああ、確かにそうですね、はい、そうですね、ちょっとがっかりポイントかな、私の中では。ああ、なるほど、うん、いいんですよ、そこは体育会系ですからやっぱり。そうですよね。でもなんかこういうところなんとなく明るく。わかりますわかりますよ。はい。間接でここを照らしてほしかったりとか。そうですそうです。はい。メーカーさんに怒られちゃいますけどあんまり言うと。いやいいな。でも普通に乗ってて本当不便な車じゃないんで不思議ですよね。そうですね。うん。サイズ感とかがいいのかな。そうなんですよね。本当にサイズ感はこれすごく優秀というかよくできてると思います。僕ごときが言うのなんですけどでもねドアミラーめちゃめちゃよく見えるんですよこれ。すごい生え方してますもんね。そうあ改めて見るとそうなんですけどものすごく見やすいんですよドアミラーが。でも本当に裏感こんな感じなんですね。びっくりしましたな。はいそうなのよ。はいなんか穏やかな感じするでしょ。穏やかですうん、はい、見た目と違うんだよね。アベンタのインパクトが強すぎてああ確かに、うん、それはありますねこれだったら本当にでも毎日乗れますね。なんかね乗れちゃうよね。ですよね。普通にね。うん、そしてリフターもついてるんで。そうです。はい、安心にですねこういうところもこういった気遣いもいいんじゃないでしょうか。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいというわけで今回はランボルギーニウラカンをご紹介させていただいたんですけれども、はい、最後にお知らせが、うん、はい東京店土方店長と1年ちょっとですかね。そうですね。はい、はい、動画をお届けしてきたんですけれどもなんと今回が最終回となります。最終回となってしまいました。はい、なんで最終回なの？神のお告げがあったっていうありました。本当ですか？神様から。そうなんですよ。本当ですか？はい、どこ行くんですか？というわけでちょっと今回、はい、東京店土方店長とはい、はい、東京店で動画を撮らせていただくのは最後になるんですけれども、また次回どこかで多分はい、はい、もしかしたらできますよね。ですか？はい、はい、というわけでその辺もお楽しみにということでボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。で車両の詳細は動画の説明欄の方にございますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。